アンヘレスでフィリピン初心者が犯す失敗とはマニラから車で数時間、夜の楽園アンヘレス。フィリピンファンのあなたはもう来たことがあるだろうかかつてのフィリピンの観楽街マラテに台頭したパンパンガのアンヘレス。フィリピンのアンヘレスはタイのパタヤとよく比較されるが、規模的にはそれよりずっと小さいものの。溢れんばかりのゴーゴーバーの数、また安価な割に、 女性のレベルの高さで、日本人男性やアメリカ人男性などに不動の人気を誇る場所。まさに男性の欲望を満たすために存在するような街だ。ここで、かつて付き合っていたフィリピン人のアーネルと初デートしたり、クリスティーナやビジネス仲間とホテルにプロダクツのプレゼンに行ったりと、およそナイトライフとは関係のない用事でアンヘレスを訪れていた変わった俺。ニノイアキの国際空港からは車で3時間程度、 高速道路を使えば幾分早く着く。または韓国経由で国際空港のあるクラークに直接到着することも可能。ちなみにニノイ焼きの国際空港からパンパンガのホテルの送迎だと場合によっては1万円近くかかってしまう。モテ仲間の秋広さんにはバスターミナルのあるクバオまでタクシーで移動し900円程度の長距離バスでアンヘレスの近くまで来てもらった。マニラのマラテと同様 アンヘレスについても治安を心配する人がいるが、やはり外国人の多い場所については、フィリピン政府も劣悪な環境を早々放置しない。特に大通りを歩く分には、初めての人でも問題ないと言える。もちろん日本の普通の場所と同じ感覚では緩すぎるが、新宿の歌舞伎町よりはずっと安全な気がする。聞くところだと、女性の連れ出しは、7000から8000あたりが相場で、 先に支払って外でデートを楽しむシステムとのこと。マニラやアンヘレスでフィリピン初心者がおかしがちなミス。俺の記憶では、だいぶ前に日本のタレントが未成年のフィリピーナと好意を持って逮捕され、しばらく交流されて帰国できなかったという事件があった。実はフィリピン初心者の間では、こうしたことが時々起きている。やはり外国人女性は日本人と違い大人びて見えるので、 17歳でも20代前半に見えたりする。未成年者と行為を持つと、後々かなり面倒なことになるので気をつけたい。また、キリスト教の国ということもあり、否認することはネガティブに捉えられている。相手が OK したからと、ゴムもつけずに行為に及ぶ場合があるが、ここで怖いのは病気。俺は商売の女性をおすすめしていないが、もしそういった場面に出くわしたら、必ず自分自身を守ること。 ちなみにタイでは一時期歓楽街を中心に HIV が大流行していた。さらにフィリピン初心者は言葉や慣れない環境に不安になり日本語が話せるフィリピン人や現地の日本人を信頼しがちになるが彼らこそ初心者のあなたをカモネギと思っていることを知っておいてほしい。日本にいるフィリピーナの中にいかがわしい考えを持った人が少なくないように日本人を相手にするフィリピン人や現地在住者には十分気をつけたい。